キャプテンの陽一郎が怪我した後に、G3 で頑張ったその清の方が、チームに、フィットしてきて、非常にあの距離感がよく、彼自身も J3 から J2 のスピードに慣れてきてて、今日のパフォーマンスは攻守に非常に効いてたかっていうんです。逆に俺の交代があのリズムっていうのはあるんですけど、怪我の部分もあったり、運動量とか含めて交代したんですけども、逆に握れる時間が少なくなって守備の安定っていうのが少し崩れたかなというのは思います。ただ向こうも枚数をかけたり3トップにしてきたりという工夫の中で、2失点はしましたけども、全員で今はサポーターとともに勝っていくっていうことが必要なんで、そういう意味ではキーパーを中心に最後よくきちっと締めてくれたなというふうに思います。